なんか柔らかくなった気がするでしょ。うん 生体三團でございます今回はね背中編ということで背中を押さえているね動画になってきますで足元を緩めてから背中をしっかり緩めてあげるとねやっぱりね緩んでくれるんです緩むの早いんですけれども今押さえている肩甲骨の辺りとか胃の裏の辺りというのが、ね、やっぱり硬くなるんですねなのでねその辺をね少しねこう動画を見ながらね解説していこうと思います。でやはり仕事をさされてててるる方ででここ,、ね、ここここのの肩骨とろ今押え場所ってね皆ね ガ、ね、ガチガチになります特に私もね右手でね押す機会が多いのでやっぱりねこのね肩甲骨の付け根特に今押さえているここの剣引きっていう場所がねすんごい凝っちゃうんですよね、えー、どんな仕事されている方でもねやっぱり剣引きって言ってね、えー、っと肩甲骨とね、えー肩えー、脊柱起立筋の間にある場所なんですけれどもそこがね硬くなることっていうのはどうしてもあることですからそこをねしっかり緩めていってあげるとね、えー、肩こりとか腰痛頭痛なんかにも、ね 効果的に効いてくれますよねだからね今ちょっと見やすいようにっていうのでね場所移動させましたけれどもここをね指でねグイ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 押さえていくんですねでここはね、えっと、骨盤職人とかあってあの背中を押さえる機材でもね押さえにくい場所になるんですよね。えー、あ <laughs> よくね公園なんかでなんか背中を伸ばすやつとかあったりするんですけれどもそういうのでね伸ばしてあげるとここはね緩みやすかったりとかしやすいかな 私もね、そうやってね、やってもらったりとかあと雅人先生にしっかりね時間をかけてねここの場所をしっかり緩めてもらうようにしてますふ、まあ、普段からねいつも言ってるようにあの湯船に使って温めてあげたりとかシャワーとかねあと何スーパー銭湯とかでねあの銭湯とかでもジャグジャグジャグ ジャ,ジ,ジャグジーっていうのでここをねぐいぐい温めたりとかもしてますだからねできる人はねそういう風なことをね少しでもねやって体を温めて刺激を与えてあげてここの緩みを取ってあげてください私はね皆さんの体のねじっと触ってるのでどこを緩めればよ,よくわかるかっていうのはよく 知ってますから抑えていってますね。でこの今押さえている場所、胃の裏のあたりですね。この胃の裏のあたりがね皆さんに、ね、自覚症状ないんだけど硬くなる人多いんです。でどうしてかかって言ったらここはね胸椎と腰椎、今、まあ、胸の骨と腰の骨が入れ替わる場所になるのでどうしてもね違う形に変わっていく場所になるのでどうしてもね負担がかかりやすい場所になります。えー 腰椎胸椎とかはくるくる回転とかねしやすいんですけども腰椎の方は前後とかにしか動きませんでそのね境目のところにねどうしても出てくるのでね負担が出やすいところですねでここがねどうしてもね硬くなってしまうと、えっと、背中が硬くなってしまったりとか腰痛になってしまったりとかあとは肩,、えー、肩こりになってしまったりとかしやすい場所なのでね私はねこのね背中の胃の裏の辺りをねしっかりね、えー、こう 左手で押さえている場所ね硬い場所になるのでしっかり押さえていくようにしていますやはりねここをねしっかり緩めてあげることによってえっと全体的に、ね、筋肉が緩んでくれたりとかあとやっぱりね肩甲骨もねしっかり緩んでくれるんですよね胃の裏のあたりほんとここえお子さんがいる方だったらねえっと踏んでもらったりしてもいいかもしれませんここをねしっかり緩めてあげるとねかなり効果的ですからね本当に何かねえ何、ー、テニスボールでゴロゴロやってみたりとかね皆さんやってみてくださいここ をしっかり緩めるこの場所、うん、今押さえているこの場所です。この場所をしっかり緩めてあげると本当に背中の疲れが取れてくれます。で、えー、胃の疲れとかあとね、肝機能との動きも良くしてくれたりとかするので。 まあこの辺りはね内臓器系の壺が多かったりねする場所です,ですからね「胃のムツ球」なんて言ってね、えー、そこをしっかり刺激した「胃のムツ球」ってって胃の6つの壺ね、えー、そこがあるんですけどもそこのところがまあまあこの辺の場所になるんですけども。 ここをしっかりと緩めていってあげるとやっぱり効果的に緩んでいってくれる場所というのはね昔から言われている場所ですから昔の言う人ってやっぱすごいんですよねなのでねしっかり緩めていってあげましょうで場所があってね反対側のね肩甲骨になってきましたこの肩甲骨の場所もねしっかりとね緩めていってあげると効果的なんですけども同じ絵になるので、えー、っと次は首肩の方に移っていこうと思います ではね、肩辺、首辺ですね。やっぱり肩、首はね、ちょっとね、あのタオルをかけないとやりづらいっていうのがあったんで、かけてるんですけども、今ね、首の付け根の方にね、指を入れてね、目首を剥がすような感じで、首と肩、首、首首ですね、首と頭を剥がすような感じで押さえていってる場所ですね。ここをね、骨沿いに、骨の形の方向に向かって押さえていってあげると効果的なんですね。でこの方、そこまで肩が硬くなかったので、首が硬くなかったので、 で肩こり首と肩,と肩と肩甲骨の付け根ですねよく私がいつも言ってる場所ここをねちょっとしっかり緩めていってますねやってほしい人にはこのすごい縁随なね、えー、動画だじゃないかなと思いますここがね硬いとどうしてもね肩こりとかね頭板がきつい人っていうのはねここが押して欲しくてして欲しくて仕方がない人いますからねここをねしっかりグイ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 抑えてあげるとやっぱりね肩こりによく効果的ですで肩こりってねあのここの 腕の部分が凝ってる人とかあと三角筋ってあの腕の方が凝ってる方今押さえてる場所ですよねとあと首側が凝ってる方とやっぱり変わってくるんですよねで,でその首側の方が首のちょうど胸の辺り。 言えばいいのかなが凝ってる人なんかはねそこの奥の方が凝ってる人がいますからその奥を抑えられた「先生それだ」っていう風になったりとかする人多いんですよねでそこをねしっかり緩めてほしいっていう方もやっぱり背中から緩めてあげてそこを取って肩凝りを取ってあげないと肩だけやってもね絶対取れないんですよ。 なのでね肩甲骨とかね、えー、背中とか全身の疲れを取った上で首とか肩のこりを取ると本当に取れていってくれますので皆さんね肩こりだけが凝ってるだけだから肩だけやってほしいってい方の気持ちもわかりますわかりますけれどもできればね全身をしっかりね緩めていってあげてで肩 コリ首こりをしっかりとっていくようにしていってあげると効果的ですからねでこうやってねエンドレスにずっと抑えていきますね、えー、だからねここの肩こりがね、えー、もう先生しんどいんですっていう風な方はねここでやられるのもすごいマニアックな動画ですからあそれ気持ちよさそうと思って見ていってあげてくれてもねいい感じですよね。 強,強い力を入れてね今度反対側にねやっていこうかなと思いますこんな感じでね動画でね当店ずっとやっていってますからこんな感じにしていきますでこのね首の方もねえー、っと膝ついてね、えー、っと首の付け根にねグイ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 押さえていってますねでここをね押さえていってあげるとやっぱりねあのあ凝ってる人にはやっぱりこうそこですっていう風なポイントを押さえます天柱風痴とかその辺のねく首の本当とね、えー、付け根 首と頭の付け根のところを押さえて剥がすように斜め上方向に押さえてるんですよね。なのでねそういうふうなことをしてあげるとやっぱりね肩こりって取れていってくれます。で首の骨にね筋肉がついているのでそこをしっかりとね骨に押さえつけてあげる方法。 この方はそこまでね、えー、肩こりがね、えー、首こりがきつくなかったので肩の方に行ってってますけれどもそんな感じでね、えー、人によってねやっぱり症状って違いますからそこをね緩めていってあげていっておりますではねこれもね同じような場所になってきましたからここをちょっと離していってで次はね終わった後どんな感じかっていうふうな、ね、画像にしていこうかなと思いますさあどんな感じ動いてみて。 スキルしたでしょちゃんと立てるでしょ <laughs> これが悶絶生態なのよでちょっと一軒座りましょうでさっきも説明したけど今髪の毛を切った後みたいな感じこのさっぱり感はずっと続かない <laughs> 今からだって1ヶ月ぐらいは持つで人によって3ヶ月ぐらい持ちますであとはどうしたいか 自分の体でしっかり考えて、ちょっと来ない人もいるし、先生また痛くなった時だけ来る人もいるし、その辺の考え方、あとは好きにしてください。私から以上、何か聞いていきたいこととかあります,大丈,す大丈夫。大丈夫。